西宮車庫西宮車庫は兵庫県西宮市にある阪急電鉄の車庫。西宮北口駅の東側にあり、神戸線の車両が所属する車庫である。阪急神戸線の開業に合わせて1920年に開設された。かつては車庫の東側に西宮工場が設置されており、神戸線、宝塚線所属車両の全般検査を受け負っていた。 しかし、本線の連結量数の増加による敷地の強硬化により、車両収容場所の拡張が必要であったことと、1500ボルトへの昇圧により、工場が集約化可能になったことから、1968年に小弱工場に集約され、工場部分は留置線の拡張用地に使用された。阪神、淡路大震災後、敷地の北側の一部を道路拡幅のために供出し、 やや面積が狭くなった。2011年11月11日午前6時40分ごろ、車庫内で営業前の列車が分岐ポイントに乗り上げ、先頭車両が脱線した。怪我人はなかったが、この列車など7本が、運休116本が最大で14分遅れた。約8万9000人に影響が出た。阪急電鉄によると、 運転士が出庫のための試験運転で列車を動かしている際、赤信号になっていた分岐ポイントに侵入。ポイントを無理やり押し出す形で進んだが、交代の際にポイントに乗り上げ、台車の一部が脱輪した。車両には自動列車停止装置が設置されていたが、試験中は解除することになっており、作動しなかった。ありがとうございます。